若い頃体験した話です。最初に言っておくと、葬儀会社といってもいろんな部署がある。普通イメージするのは葬儀の司会とかだと思うが、僕は聖火部という地味でいわゆる雑用の仕事をしていた。仕事の内容は個人の祭壇に菊の花を設置していくというものだった。あの夏の日、今でも覚えている。地元でもそれなりの規模でやっていた会社は、市内だけで5つぐらいセレモニーホールがあった。ある場所に大きなセレモニーホールと小さなホールがある葬儀場があるんだけど、そこのセレモニーホールだけ雰囲気が独特だった。後ろから何かにじっと見つめられているような仕事中、いつもそんな感じの感覚に襲われて薄気味悪かった。会社の同僚の間でもあそこに宿直に行くのは嫌だという声が多かった。職業柄、いわゆる幽霊と呼ばれるものを見る職業なんだけど、その場所のセレモニーホールだけはやたらと見える人が多いらしい。そのうだるような暑い夏の日、僕は小さいホールの設置を一人で任された。当時の僕はまだ25歳で、部署の中でも一番下っ端。初めて一人で任される仕事がとにかく嬉しかった。菊の花と商売道具のハサミを持ってトラックで一人その場所へ向かった。今思えば当時は本当に若かったんだと思う。噂が立っていたホールに一人で行くことに何の疑問もなく車を走らせた。花を生けると言っても時間がかかるもので、その日は正午について夕方ぐらいの終わりを予定していた。駐車場のチェーンを開けて、ホールの前にトラックを止める。お通夜が明後日ということもあって、駐車場には営業の車も止まってなくて、自分一人だけというのは、中に入ってみなくても分かった。正直、少し怖いな、と思いつつも、僕はトラックから花を下ろして、小ホールの鍵を開けた。中に入って、黙々と作業をして2時間ぐらいが経ち、暑かったのでクーラーをつけに行くと、電気のスイッチをはじめ、クーラーのスイッチが、べったりと濡れていた。尋常じゃない悪寒に襲われた僕は少しでも気を紛らわすため仕事をしながら彼女と電話で話をしていた。というかいやいや付き合ってもらっていた。すると少しして突然電話が切れた。電波が悪いかなと思って外へ出て確認すると、電話は圏外になっている。その時は何も思わなくて、本当に少し気が紛れたので、また仕事へ戻った。夕方4時ぐらいには一通り終えたので、手を洗いにトイレへ行った。小ホールからトイレまでは、廊下で一本道になっている。トイレに入って用を足した瞬間、セレモニーホールの方からアナウンスが流れ出した。僕以外誰もいるはずはないので、ありえない現象だった。その瞬間、走って戻ったのは今でも忘れない。多分、顔は真っ青だったと思う。幸い、トラックを小ホールの前に止めていたので、片付けは楽だった。最後にゴミを積んで、
助手席に置いたホールの鍵を取ろうとしたとき、見えてしまった。助手席のガラスに映った赤いドレスのような服を着た親子が二人でこっちを見ている。もう一人は小さい男の子が見えた。よく幽霊を見た時のリアクションとして、漫画やドラマでは悲鳴を上げるが、あれは嘘だと思った瞬間でもあった。その時の僕は凍りついて声も出せなかった。ガラスに映る親子の姿。よく考えたら葬儀場に来る一般の人は黒い喪服以外ありえないのに、そこに映った親子は赤いドレス、子供は帽子をかぶっている。自分の後ろにいるのはこの世のものではないと気づいた。僕はホールの鍵も閉めず、助手席からそのまま運転席へ移り、左側を見ないように車を発進させた。その時も間違いなく僕の左側にいた。5メートルくらいの距離に。最低だけど鍵を閉めずそのまま本社まで逃げるように帰った。後から営業に聞いた話によると、その時 B ホールで行われた葬儀はどうやら密葬だったらしい。一家心中。当時の新聞にも小さく載っていた。その例を見てからというもの、関係があるのかはわからないけど、僕は左側の耳が聞こえなくなってしまった。3年ほど前の話。当時付き合っていた彼女との同棲が決まった。とにかく嬉しくてテンション上がりまくりで部屋を決めたりなんだりしていた。それでメゾネットタイプの部屋に決めて2トントラックを借りて自分たちで引っ越しも終わって新しい生活がスタートした。僕たちには普通のカップルとは違う点が一つあった。というのも彼女はバツイチで子供を連れていたということ。子供の年齢は5歳。やんちゃ盛りの可愛い男の子で、僕も自分の子供だと思って接していた。お母さんと一緒じゃないと眠れなかったその子も、一緒に暮らしているうち、一人で眠れるようになってきて、そんな成長に驚いたりしていた。ある日、夜中の2時ぐらいだったかな。怖い、眠れない。と、隣の部屋で寝ていたその子が、僕たちの寝室へやってきた。何が怖いの？と聞いても、だって怒ってるもん、怖い。と繰り返すばかり。仕方ないので、横で寝ていた彼女を起こして状況を説明した。ママに言ってごらん？となだめて、その子がしぶしぶ語り出した。電気の上の屋根に乗ってるお人形さんが怒ってる。子供の部屋のライトはぶら下げるタイプなので、屋根というのはライトの傘のことだと思う。だけど当然、そんなところに人形なんて置いてない。恐る恐る二人で確認したけど、やはり人形はなかった。だけどその間も隣で子供は、怒ってるよーと、号泣する始末。何が何だかわからないし、でもどうすることもできないので、その日は三人一緒に寝た。
それからというもの、僕と彼女の関係が徐々に崩れ出した。些細なことで喧嘩になったり、まあ関係があったのかはわからないけど。それで、一ヶ月ほど経った時、子供に聞いてみた。まだお人形さんいる？するとその子は、うん、でも笑ってるから怖くないよ、と言った。まだいるのかよ、とツッコミを入れたくもなったけど、なんで怒っていたのが今は笑っているのかわからない。そこで彼女とあれこれ話していたら、彼女が、もしかしたら元彼との子供かもしれない、と言った。よくよく話を聞いてみると、以前彼女は知らないうちに流産していたことがあったそうだ。その時は本当にわからなくて、単なる生理だと思い込んでいたらしい。ここで僕は仮説を立てた。流れてしまった子供は幸せを疎ましく思っていたのかもしれない。だから怒っていた。最近僕と彼女の仲が悪くなるばかり。だから笑っていた。改めて水子供養をしようということで、比較的有名な水子供養のお寺へ行って供養をしてきた。これできっと、と思ったけど、今度は僕にだけ変なことが起こり始めた。寝ている時、頭に何か小さいものを投げられた感じがあったり、靴紐が一週間で三回切れたり、だんだん怖くなってきて、また子供に聞いてみた。するとその子が、お人形さんね、ずっとお兄ちゃんのこと見てる。でも笑ってるからもう怖くないよ、と言った。彼女との関係もだいぶ悪化していたし、ここにいたらお互いダメになるかもしれないと思って、彼女と別れてしまった。実家に戻ってからは一切何も起こってない。ただ子供にしか見えない。それに加えて僕が標的にされていそうで本当に怖かった。余談だが今でも当時の彼女は男性と付き合ってもすぐ逃げられたりを繰り返しているそうです。ある夏、大学のゼミの中で県外から来ている連中で集まってキャンプへ行くことになった。場所は沖縄本島からさほど遠くない、とある離島。小さなフェリーに乗って着いた先の港には、迎えのマイクロバスが待っていた。港とキャンプ場がある村落までの間には、何もない山道、すれ違う車もない。キャンプ場に着いて荷物を下ろすと、受付らしき小屋にいたおじさんに予約してあった旨を伝えた。おじさんはニコニコしながら貸しテントやバーベキューセット、燃料の薪などを用意してくれた。トイレとシャワーはこの小屋の裏、流しもあるから水はそこで汲んだらいいさ。ニコニコ笑って説明してくれるおじさん。この道まっすぐ行った先に開けた場所があるから好きなとこにテント張ってくださいね。おじさんが指さす先には雑木林のようにこんもりと生い茂る木々の中、細く切られた未舗装の土の道、粘土質の土が踏み固められた道は人一人がやっと通れる幅で、ずっと先まで続いている。
本当にこの先にキャンプ場が？と不思議に思ったが、ぼやぼやしていると遊ぶ時間がなくなると、みんな荷物を担いで、駆け足でその道を進んだ。サンダル越しの土の柔らかさが心地よかった。木々のトンネルを抜けて日差しの中へ飛び出すと、みんな一斉に歓声を上げた。道から続く開けた土地は思いのほか広くて、そのすぐ先には白い砂浜が遥か彼方まで続いている。降り注ぐ太陽と青い海。沖縄といえど本島でもお目にかかれない景色だった。男たちがテントの設営や火を起こしている間、女性陣は水着に着替えて海へ飛び込んだ。時間はあっという間に過ぎた。食事を終えて酒を飲んで歌を歌って騒いだ。日もとっぷりと暮れて、一つだけ灯したランタンと焚き火の明かりだけがみんなの顔を照らしている。ねえ。すると一つ上の先輩が声をかけてきた。おトイレ行きたいんだけど、怖いからついてきてくれない？明るいうちはシャワーを浴びたり、炊事用に水を汲んだりと何度も往復したが、今はもう真っ暗で街灯もないあの道は女性には怖かろう。女連中で連れ立って行こうにも酔いつぶれていたり話し込んでいたりで誘いづらかったそうだ。幸い手が空いていた自分は彼女と二人でランタンを手に暗い森の道へと向かった。二人並んで歩けるほどの道幅はないので、自分が前になって、後ろを彼女がついてくる形になった。よほど怖いのか、彼女は自分の T シャツの裾をぎゅっと掴んで離さない。ところが、歩く速度が彼女の方が速くて、後ろからずんずん押されるようになった。ちょっと先輩、危ないですよ。言うより早く彼女は自分の脇をすり抜けて、ものすごい勢いで走り去っていった。あれ？トイレ我慢できなくなったのかな？暗い道で転んではまずいと慌てて追いかけた。結局、道の途中では追いつけず、小屋の前でへたり込んでいる彼女を見つけた。まさか間に合わなかったとか？一瞬大変なことになったと思ったが、どうにも様子がおかしい。先輩どうしたんすか？大丈夫ですか？小屋に一つだけある街灯の明かりの中でうずくまっている彼女に、声をかけた。泣いているのか、肩がブルブルと震えている。見えなかったの？え、何が？君、あれ見えなかったの？振り向いた彼女の顔色は真っ青で、じっとりと汗ばんでいた。あれって何のことです？ここで話すのは嫌。とりあえず用を足してから。よろよろ立ち上がった彼女は小屋の裏のトイレへと入っていった。彼女が用を足し終えて帰る段になり、同じ道を通るのは絶対嫌だというので、遠回りで海岸へ出る道を探して、しばらくあたりをうろうろした。やっと砂浜へ出て、テントのある方向へ砂を踏みしめて歩き始めたとき、彼女が先ほどのことを話し始めた。木が生えてたでしょ？はい。というよりも、周りは木だらけ。木々の中に道があったのだ。私、
暗くて怖いからずっと君の背中を見て歩いてたの。でも視界の端には木が見えるのよ。ええ。ゆっくりと話す彼女の声、相槌を打つ自分の声、踏みしめる砂の音、波の音、風。真っ暗なのに木が見えるの。確かに木々の向こうに開けた場所でもあるのか、うっすらと明るく、木々たちがシルエットとなって、一層闇を際立たせていた。木がね、一本一本、真っ黒く、くっきり見えるのよ。木がそんなに怖かっただろうか、と先ほどの光景を思い起こしたが、異形の木など見た覚えがない。ふっと彼女が立ち止まった。気がついたの、違ったのよ。黒い木じゃなかったの。うつむいたまま、かすかに震えながら彼女は言葉を続けた。白い着物を着た老人がたくさん、ずらっと横に並んで、こっちを見てたの。私が木だと思っていたのは、おじいさんとかおばあさんたちの隙間が黒く見えてただけだったの。虫でも入ったのか、ランタンがじじっと音を立てた。その後、泣きじゃくる彼女を連れて、無事仲間のもとへ戻り、寝かしつけた後、友達と飲み直して、気がつくと火の消えた焚き火の傍らでタオルケットにくるまれていた。火は塔に頭上高く昇って、セミの鳴き声がやかましく二日酔いの頭に響いた。朝食兼昼食をもそもそと済ませて、テントを畳んで荷物をまとめた。九段の先輩は、普段通り元気を取り戻していて、ほっと胸を撫で下ろす。片付けが済んで、最後にもう一泳ぎして帰る時間となった。借りた用具を返しに行くと、小屋からおじさんが出てきた。皆さん、キャンプは楽しめたね。来た時と同じニコニコ顔で迎えてくれる。はい、とっても楽しかったです。ただ、ん?なんね?少し気になったので聞いてみることにした。あの林の向こうなんですけど。ああ、ごめんね。先に言うとみんな嫌がるからさ。え?はい、兄さん林の向こう行ったんじゃないの?いえ、そういうわけでは。あの林の向こうはさ、この村のお墓があるわけよ。え?このキャンプ場が後からできて、お墓の中に道を通すわけにはいかんから、この道を作ってあるわけさ。動揺を隠せずおどおどしていると、おじさんはなおもニコニコしながら言った。今の時期はさ、内地で言うお盆?ご先祖様が帰ってくる時期だから、本当ならこのキャンプ場も休みだったけど、間違って予約受けてしまったからさ。そう言われて、初めて自分たち以外、客がいなかったことに気がついた。呆然と立ち尽くす自分を尻目に、ケタケタと笑っているおじさん。ふと視線を感じて振り向くと、先輩が泣きそうな顔で立っていた。誰にも喋ったことないんですけどね。王さんはそう言うと、ゆっくり話し出した。小学校の頃、
王さんが学校に遅刻したことがあったという。その理由は結局王さんは先生にも両親にも話さなかったのだそうだ。子供心になんか変だと思っていたから。変だと気づいてしまった王さんは怖くて先生にも親にも話せなかったのだ。ランドセルを背負った王さんは普段通り家を出て学校へ向かった。周りには同じ学校に行く生徒が何人もいるはずの時間にもかかわらず、その日に限って誰もいない。周りに知ってる子供がいないんですよ。そしたら普通は今日はお休みかなって思うじゃないですか。王さんが不安になりながら通学路を歩いていると、こっちだよ、と声がしたそうだ。そちらを見ると自分と同い年ぐらいの少年がいて、おいでおいでをしている。記憶にない顔の子供だったが、今まで誰もいない道を歩いていた王さんは、ちょっと安心した。え、何？こっちにみんな集まってるんだよ。知らないの？え、知らないよ。なんだ、早くおいでよ。そう言うと少年は、通学路の道から路地へ入っていく。普段から寄り道などはしない王さんは不安になりながら少年の後をついていった。角をいくつか曲がると見たことのないドブ川に出た。道はそこで終わっていた。ドブ川は大人が両手を広げたくらいの幅でおおよそ1メートルおきにコンクリでできた橋のようなものが渡されていた。少年はそのコンクリに乗って、ここから行くんだよ、と言うと次のコンクリへ飛び移った。できないよ。王さんがぐずっていると、大丈夫、ほら。少年が何度も2本のコンクリの間を往復して手本を見せた。王さんはそれを見て、最初のコンクリに立ち、次のコンクリへ飛び移った。できた、できた。少年は王さんに向かって言うと、次のコンクリへ飛び移った。王さんはそれについていく。いくつコンクリを渡っただろうか、王さんはすごく不安になった。どこにみんないるの？もうすぐだよ。もう学校始まっちゃうよ。もうすぐ着くよ。少年がトントントンと連続して飛んだ。あ、待って。そして王さんは次のコンクリを踏み外してしまった。踏み外した瞬間、もうダメだと思ったという。しかし、衝撃はあったが、水の感触はない。目を開けると、あまり見覚えのない場所だった。え？見回してみると、それは学校の裏にある貯水池だった。普段から先生や両親に近寄ってはいけないと言われていた貯水池のすぐ横で、王さんは転んでいたのだ。王さんは泣きながら学校へ駆け込んだ。もう学校は始まっていて遅刻となってしまった。先生は目を丸くして驚いていたが、遅刻の理由を何度尋ねられても王さんは言わなかった。あの時、あの橋を踏み外さなかったら、私は今頃ここにはいなかったんでしょうね。王さんにとって一番怖かったのは、踏み外した瞬間、少年がものすごい形相で怒っていたことだという。
これは祖父から聞いた狐つきの話です。祖父が子供の頃住んでいた集落は、これといった名物や名所がない貧しい山奥の集落だったそうです。そこに住んでいた人たちも戦後の復興で働き手を求め、都市部に移動を始めていて、30人ぐらいいた同年代の子供たちは季節ごとに姿を消していきました。祖父が集落から都市部へ出て行った時には、集落に同年代の子供は数えるほどになっていたそうです。その中でも祖父と一番仲が良かったのが Y 君で、どちらが木の上に早く登れるかを競い合った良きライバルでした。ある日の夕方、Y 君の家の人が祖父に話を聞きたいと尋ねてきました。何でも学校や帰り道に何か変わったことがないか知りたいというのです。理由を聞けば、Y 君の左肩を中心に背中の三分の一が赤く腫れてしまい、こんなに腫れるなんて普通では考えられない。何か原因があるだろうからと、少しでも手がかりが欲しいのだというのです。心当たりといえば、祖父はその日、家での作業がなかったので、学校の帰り道、Y 君と寄り道をして、あけびを取りに山に入っていました。あけびのなっている場所へ行くと、熟れて落ちたあけびを食べている狐と出くわしました。狐は祖父と Y 君を見てすぐ逃げていったので、祖父には Y 君の異変に心当たりはありませんでした。それでも祖父は Y 君を助けたくて、どんなに些細なことであっても、覚えているだけすべてを話したそうです。Y 君の背中の腫れは数日で収まったのですが、すぐに別の場所が赤く腫れるありさまでした。左腕が赤くなったと思ったら、数日後にはお腹が赤い。と、まるで、体の中を移動しているようで、医者も原因がわからないという状態になりました。さらに、Y 君の変化は体だけではありませんでした。いつも笑っていた Y 君は、だんだんと笑わなくなっていき、話し声がうるさいと友人に殴りかかったり、農機具につながれた牛に突っ込んだりと、問題を起こすようになっていて、怪我が絶えなくなっていきました。この Y 君の変化を、狐つきだと最初に言い出したのが、Y 君のおばあちゃんです。いくら迷信の色濃い山奥の集落とはいえ、狐つきなど大人たちは誰も信じていませんでした。しかし、治る気配のない赤い腫れに人が変わったとしか思えない Y 君の表現ぶり。大人たちも狐に疲れたというのを馬鹿にできなくなっていたため、Y 君の家は藁をもつかむ思いでお祓いをすることを決めました。集落の社を管理していた家に頼み、有名な神社の神主を呼んだと、大人たちが話すのを聞いて、集落の子供たちは皆好奇心で興味津々です。ですが、神聖な儀式ということで、子供たちは監視できる場所に集められました。この時祖父は隙を見て様子を見に行きたいと考えますが、それで儀式が失敗したら Y 君が元に戻らないと思って、我慢することにしたそうです。儀式の後しばらくは、それまでのこともあって、Y 君は子供たちの輪から孤立したままでした。Y 君が
子供たちの輪に入れるようになったのは、赤い腫れが体から消えたということが、大人たちの話から伝わってからです。以前と同じとはいきませんが、ちょっとしたことで怒り出すことがなくなったワイ君は、よく笑う子供へ戻っていきました。大人たちから聞いた話によると、儀式では嫌がるワイ君を神座に座らせて、用意した水を飲ませようとすると、ひどく暴れ始めたそうです。それでも無理やり水を口に入れると、急におとなしくなったのだとか。ワイ君が急に静かになったので、間違えて酒を飲ませたのかと、大人たちは心配になったそうですが、ワイ君に飲ませたのは水で間違いありませんでした。それから儀式が終わるまでの間、ワイ君はうつろな表情で、みじろぎ一つせず、儀式が終わってから寝室に行く足取りはふらふらとしていて、まるで寝ぼけているようだったそうです。江戸時代の文献によると、狐は人の皮と肉の間に入り込んで、その人の意識を奪い、皮と肉の間を自由に移動するとされているそうです。狐に疲れた人の体には、こぶや腫れといった特徴が現れるとあります。私が祖父から聞いた話はこれで終わりです。Y 君の身に起きた異変は今では知る由もありません。ですが、お祓いをきっかけにして事態が収まったのは事実のようです。狐つきなんて、本当にあるんでしょうか。10年ほど前、一人暮らしの私は飼い猫と一緒にこたつに入ってテレビを見ていました。そこへ友人から電話がかかってきました。笑わないで聞いてよ。なんだか私、幽霊に取り憑かれた気がする。友人は震える声でそう言いました。当時、心霊関連について懐疑的だった私は、気のせいだよ、疲れてんだよ、と友人をなだめました。しかし友人は、家に幽霊がいるとの一点張り。仕方なく私は一人でいるのを怖がっている友人を私の家に呼んで泊めてあげることにしました。友人が来ましたが、しばらく経っても何事も起こりません。ほら、やっぱ気のせいだったんだよ。違う、本当だってば。きっと家にいるんだよ。怖い、帰れないよ。じゃあ今日はうちに泊まって、明日明るくなったら一緒に家に行ってあげる。そしたら適当に荷物取ってきてさ、しばらくうちにいればいいよ。翌日、友人の家へ荷物を取りに行きましたが、やはり何事も起こりません。結局、友人は二日ほどうちに泊まって、これ以上は申し訳ないと家に帰って行きました。私が異変に気づいたのは友人が帰った日の夕方。まだ外も明るい午後4時ぐらいでした。うちには猫がいるのでいつもトイレの戸を少し開けています。トイレの中にも猫用のトイレが置いてあるからです。少しはしたない話ですが、一人で用を足す場合、戸を閉めずに入ってしまうのですが、その日も私はトイレに入って、20センチほど戸を開けたままにしていました。その隙間から、それは私を見ていたんです。30センチぐらいの高さの
人形のような人間でした。おかっぱ頭のようなボブヘアで、ブラウスとスカートを履いた女の子。大きささえ普通だったら、近所の子供と変わらないような子供。それがトイレの外から無表情にトイレの戸に手をかけて私を見ていたんです。思わず声を上げると、それはスーッといなくなりました。消えてしまうと、今見たものが現実のものとは思えなくなって、見間違いだったかもしれない。猫を見間違えたのかも。と、怖かったけど、気を取り直すことができました。しかし、怖い体験はこれだけではなかったんです。日も落ちて、夕食を用意して、こたつに入ってテレビを見ていると、やたらと飼い猫が騒ぎます。虫でも追いかけてるのかな?と放っておきました。しばらくすると静かになったので、不思議に思ってテレビから目を離して、こたつ周辺を見ていると、四角形のこたつの私の左側のこたつ布団がもこもこと盛り上がってこっちへ向かってきています。猫が入り込んでいるんだろうと布団をめくると何もいません。背後で物音がしたので驚いて振り返ると猫は背後で走り回っていました。では今布団の中にいた生き物は何だろう?私はゾッとしました。こたつ布団をめくって中を確認する勇気もなく、私は汚れた食器もそのままに歯を磨いてロフトへ上がりました。ロフト部分はマットだけのベッドが置いてあります。寝巻きに着替えるとすぐさま布団へ潜り込みました。階下ではまだ猫が走り回っている音がします。なかなか寝つけずにいると、なんだかお腹の下からゾワゾワと恐怖心が湧いてきます。なんだろう、なんだろう。私は混乱しながら恐怖を抑えていました。ずしっ。足元の掛け布団が、何かに踏まれたような重さを伝えてきました。誰か乗ってる。ずし。上がってきてる。ずし。来るな、来るな、来るな。ずし。それは直立で、眠っている私の左手のあたりまで上がってきたのです。そして、一瞬ベッドマットが浮き上がって、床に叩きつけられました。そしてまた、ドン、ドン、と、マットが浮いては床に叩きつけられます。上に乗っている私は、振り落とされないように、マットの両端を掴んでしがみつきました。宙に浮いては叩き落とす。それを数十回繰り返し、今度は上下を交互に左右に振る。なんだか大きなものがおもちゃを振り回すかのようにマットを振り回しているのです。マットから落ちたら今度はどんなことになるか。それが怖くて私は必死にマットにしがみついていました。そしていつしか気を失ったようでした。目が覚めると、私は涙と鼻水でぐしゃぐしゃになった顔で、やや左向きに歪んだベッドマットの上にいました。掛け布団も半分以上剥がれた状態でした。これが私の唯一の恐怖体験です。私が通っていた中学校は女子校だったのですが、
そこで初めてできた友達は、少し他の子と感じが違っていました。普通に話している分には明るくて楽しい。けれども、ふと誰もいない方を見て怖い顔をしていたり、突然何でもないところで怯えたように悲鳴を上げたりするものだから、クラスのみんなは次第に彼女から離れていきました。孤立してゆく彼女の姿に私はとても心を痛めました。私自身は小学生時代、いじめに遭っていました。クラス中から無視をされて孤立してしまい、とても辛い時期を過ごしたことがあります。そんな自分と彼女が重なったのかもしれません。できるだけ彼女の力になりたいと私は決意していました。彼女の不思議な行動の原因が知りたいと思い尋ねてみても、最初は何でもないとしか言ってくれませんでした。ですが、何でもないはずはありません。私が何度もしつこく聞くと、真相を少しずつ話してくれるようになったのです。彼女は幼い頃から霊感が強かったそうです。霊を引き込んでしまう体質だそうで、もう何度も取り憑かれてはお祓いをする。ということを繰り返していました。そして今回もまた取り憑かれてしまったというのです。今回は子供の霊だ、と真面目な顔をして話す彼女に、私は正直言ってどこまで信じて良い出来事なのかわかりませんでした。ひょっとして嘘かもしれない。嘘でなくても、どこか精神的な疾患があるのかもしれない。思わぬ返答に私も引きそうになりましたが、ここで私まで離れてしまったら、彼女は学校に来れなくなってしまうと思って、なんとか踏ん張りました。じゃあ、お祓いしなくちゃダメじゃない。そう言った私に彼女は、今準備してる、と答えました。神社に人形を預けてある。今はその人形に子供の霊を閉じ込めているのだけれど、すごく怒ってて、頻繁に蛇や虫などの幻を見せるのだそうです。話を聞いてからも、彼女が怯えるたび心配しつつも半信半疑な私でした。それがある日、彼女からお祓いに付き添ってほしいと頼まれました。お祓いの日にちが決まったけれど、怖いからそばにいてほしいというのです。不謹慎という言葉が適切なのかわかりませんが、お祓いなんて本当にあるんだ、と興味を持ってしまった私は、わかった、と返事をしてしまいました。お祓いは彼女の家の近くの神社で行われました。祭壇の上にはよくわからない儀式に使う道具がいくつか置かれてあって、真ん中にごく普通の目を閉じた人形と、卵が一つ置かれてありました。彼女は白装束を着て祭壇の前に座らされ、両脇に彼女の母と祖母と私が座りました。彼女の両親は離婚していたそうで、父親の姿はありません。お祓いが始まると、神主が呪文のようなものを唱えながら、彼女の体を稲のようなもので叩きます。すると彼女は悲鳴を上げながらもがき苦しみ始めました。
その光景はまさに異様というほかなく、全く現実味のない光景でした。もしかして彼女ではなく自分がおかしくなっているのではないかと錯覚さえ覚えるほどです。それでも目が離せずお祓いの様子を見ていると、突然祭壇にあった人形が動いたと思うと同時に、何かが私の前に飛んできました。それは人形の首でした。私の少し前に落下した首はコロコロと勢いのまま転がってきて、私の数センチ前で止まり、閉じていたはずの目をカッと見開きました。私が固まっていると、神主は私にも呪文を唱えながら稲で体を叩き始めました。尋常ではない状態が続いてしばらくすると、ようやくお祓いが終わったらしくて、最後に卵を割りました。不思議なことに、中身は空だったのです。神主が言うには、今回の霊は子供と蛇の合わさったもので、とても強い力を持っていたそうです。人形の首が私の方へ飛んでいったのも、逃げ場を失ったから私に霊が取り付こうとしたのだそうです。だから私のお祓いも必要だった。そういうのです。まるで嘘みたいな話ですが、これが当時の私の目の前で行われていた出来事です。やはり夢を見ていたのではないかと思うこともありますが、今でも良好な私と彼女の友達関係を見るに、真実と受け入れるしかありません。これ以来私はおもちゃ屋さんなどで人形を見ると身震いしてしまいます。かなり昔、小学校低学年の時のこと。私はその日、母に手を引かれて、登園の親戚を訪ねるため、駅へ来ていた。まだ見慣れない色とりどりの電車に、私は目を奪われていました。気づけば私は母の手を離れ、人の波に流されていました。母の姿が小さくなっていくのを、私はなぜか冷静な気持ちで見ていました。怖いとか寂しいとか、そんな感情が一切浮かんでこなかったのをよく覚えています。私は黄色い安全線の上に立って、ぼーっと反対側のプラットホームを眺めていました。真正面には一組の親子連れが、仲睦まじく顔を寄せ合っています。小さい女の子と小柄な女性。母親と思われるその女性は、体に合わない大きめな水色のコートを羽織っていました。なぜだか彼女たちを初めて見た気がしませんでした。ずっと昔から知っているかのような、そんな懐かしい感じがしたんです。あちら側のプラットホームに白と青の電車が滑り込んできました。電車に遮られて私の視界からその親子は消えるはず。消えるはずでした。しかし電車が親子に重なった瞬間、白と青のコントラストは煙のように消え失せたのです。幼い私は目を疑いました。電車の後ろ側にいるはずの親子を私に見せつけるように電車はぐんぐんと透明になっていきます。乗客は宙に浮き、
椅子に腰掛けているはずの人々は空気椅子のように中腰で踏ん張っているのです。やがて電車は止まり、ドアの開く音だけが聞こえて、一斉に人が動いていきます。私は呆然としながら何を思うでもなくそれを眺めていました。真正面の親子が電車に乗り込もうと足を上げました。その瞬間、電車が急にぐんと私の方へ近づいてきたのです。電車が真横に動くなんて聞いたことがありません。私は黄色い安全線の上に立っていたものですから、電車との距離は1メートルもありませんでした。もちろん驚愕しました。電車が急に近づいてきたこと、それから真正面にいる少女が私の要望に酷似していたことに。その後、電車は何事もなかったかのように発車し、私は無事母に保護されました。思えば母を見失った寂しさから白昼夢でも見てしまっていたのかと考えることもあるのですが、その度あることを思い出して少し怖くなるんです。少女の着ていた服が、私が当時から数年前に通っていた幼稚園の制服だったこと。私と同じ位置に同じようによく目立つほくろがあったこと。そして私を見てかすかに彼女が微笑んだこと。高校一年の頃、電車でやばそうなものに出くわした話。当時、入学したばかりの高校一年だった僕は、やたら遠距離の通学をしていて、2時間ある通学時間のうち、ほとんどは電車に乗って過ごしていた。もちろん2時間立ちっぱなしというのは、高校生といえどなかなかきつい話で、おまけに朝だから電車も混む。つまり、必死こいて空いている席を探したり、すぐ降りそうな人の前に陣取って、相手が降りるのを祈ったり願ったり、とにかく席に座ることを考えていた。今思い出せば、なかなか馬鹿らしいことではあるんだけど、当時の僕には席に座れるかどうかはなかなかの死活問題だった。本も読めるし、携帯もいじりやすい。家から持ってくればゲームだってできる。テスト当日まで勉強しなくても朝の2時間でどうにかなることも多かった。だから僕はそれはもう本気になって席に座ろうとしていた。しかし僕は入学から少し経って満員電車の中でなぜかいつも空いている席があることに気がついた。詳しく話すと特定されそうだからやめとくが、だいたい朝6時半の電車で神奈川の私鉄。朝は通勤通学用にロングシートの3ドアしか走ってないけど、車両の一番前と一番後ろにはボックスシートがあるやつ。もちろん同じ路線でも走っている電車にはいろいろ種類があるから、ボックスシートがないやつもあった。だけど僕がいつもその空いている席を見かけるのは、3号車の前にあるボックスシートだった。平日6時半にその電車に乗って3号車へ行くと、そのシートの右下にある席だけ、なぜか誰もいつも座ってない。閉めたもんだと思いながら、気づいた後の僕は
いつもその席を使っていた。もう特等席気分だった。他の人たちが必死で席に座ろうとしている最中、僕だけが悠々とその席に着席する。で、少し気取って本とか読んでしまう。すごく気分が良かった。そんな感じで半年が経って7月15日。いつも通り僕は特等席に座って、期末テストも終わったし、今日は漫画でも読むかと、当時好きだった漫画の単行本を取り出した。もしかしたら、それがいけなかったのかもしれない。席に座ってからほどなくして、後ろから何かボソボソ音が聞こえてきた。最初は聞き間違いか、隣の車両に変な奴がいるんだと思っていたが、どうやらそうではない。首の後ろあたりから何やら生温かい空気と一緒に、そのボソボソした音が響いてくる。エアコンがついている夏場の電車に乗ったことがあるならわかると思うけど、まず通勤電車だろうが、クーラーはガンガンにかかっていて、そんな生暖かい風なんて送られるはずがない。それでも僕はまだ空調とか配管みたいなものの不良か何かと思っていた。すると首の後ろが突然痛くなった。爪で引っかかれたような感じ。それと同時に後ろから聞こえるボソボソした音が急に大きくなった。というよりも音ではなかった。あれは声だった。間違いなく誰かがボソ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 つぶやいているんだ。何を言っているかはわからないんだけど、僕のシートの背もたれで誰もいないはずなのに。耐えきれなくなって振り向いたら、そのやばそうなものを見てしまった。もしかしたらそいつは僕を睨んでいたのかもしれない。わからないが、とにかく、そいつは僕のことを見つめていた。見つめていたと言っても、やっぱ変かもしれない。僕にはそうとしか思えなかったけど。なぜならそいつは、人の形をしていたけど、目がなかった。口もなかった。頭は卵のように髪の毛も何もなくて、真っ白でツルツルの肌をしていた。洋服屋のマネキンのような感じ。でも、マネキンよりずっと怖かった。鼻すらもないのだ。真っ白でツルツルの人のような何かが僕と背もたれの間から浮き上がっていた。それで口もないのにボソ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 言ってくるんだ。何言ってるかわかんないけど、とにかく僕に話しかけてきて、しかも僕の肩に手を乗せようとしていた。顔と同じでツルツルの白い指先は、その人差し指だけが赤かった。正直、ものすごくビビった。全身汗でぐっしょりだった。叫びながら席から飛び上がって、膝の上のリュックサックもわしづかみにして、一目散に他の車両へ逃げた。7号車か8号車あたりまで逃げたところで、ちょうど次の駅に着いたらしく、僕はすがるような思いでドアから飛び出した。振り向くとかできなかった。そいつが追いかけてきているとしか思えなかった。遅刻確定だったけど、あんなのと同じ電車に乗るのはもうごめんだった。
結局その日は頭が痛くなったと電話して早退した。別にその後何があったというわけでもなく、次の日は普通に学校へ行った。けど、その日着てた制服はしばらく使えなかった。席に接していた部分が全部僕のものじゃないどす黒い血で濡れていたからだ。以来僕は朝6時半に出るその電車には乗ってない。満員電車の中で空いている席を見ても座れなくなった。あれは一体何だったんだろうと今でも思う。親に話しても信じてくれないし、当時の友達に話しても茶化されるだけだった。ただ、大人になってから、それなりに見える人という知り合いができた。彼に話してみると、いわく、やばいものの溜まりやすい場所というのは、本当にどこにでもあるらしいのだとか。で、僕は霊感が薄いタイプの部類だから、そういうところに近づいても何も感じない。けれど、普通ぐらいの霊感があると、そういうところでは、なんとなく嫌な気配というのを覚えるらしい。だから普通の人は、そういう席を避けて座らない。やばい奴と出くわしたくないと、なんとなく思うから。だけど僕みたいな霊感のない奴には、そういうことがわからない。そして時々、そういうところには、本当にやばい奴が、ふらりと立ち寄ったりもするらしい。まあ何が言いたいかというと、みんなも満員電車の空席には気をつけた方がいいという話。足の指をちぎる夢を見た。おとといの夜から昨日の朝にかけて、夢の中でも自分の部屋にいて、ぼーっと座っているだけなんだが、急にブチブチと自分で自分の足の指をもぎ始める夢。何を思ってそんなことをしてたのかわからないが、関節のあたりから面白いくらい簡単にちぎれる。痛みもなかった。で、両足とも三本ずつぐらい指がなくなっちゃってから、ああ、やっちまった、と後悔した。でもそれと同時に、まあいっか、これ多分夢だしな、とか考えていた。でも何か妙に意識がはっきりしてるというか、部屋の風景もやたらと鮮明で、あ、やばい。これ夢じゃないかも、とだんだん焦り始めた。どうしよう、僕はもう歩けない。相当焦っていたんだけど、まあ結局そのまま目が覚めた。すぐ足の指を確認してかなりほっとした。ものすごい汗をかいていた。それで夢のことをメモすることにした。夢日記というやつ。別に普段からつけているわけじゃないけど、変な夢だったし、これだけ鮮明にいろいろ覚えているのも珍しかったからだ。時間が経つと忘れそうだったので、近くにあったルーズリーフに、できるだけ細かく箇条書きしてみた。ちぎった指がどの指かまで、はっきり覚えていたからそれも書いた。半分寝ぼけたままで書き終わって、まだ朝早かったのでそのまま二度寝した。で、なんでこんな夢のことを投稿しているかというと、その後ちょっと変なことがあったからだ。
昨日はその後友達と遊ぶ予定があって、昼から夕方までカラオケに行った。飲み食いしながらひたすら歌って騒いで、そろそろ帰るかという空気になった時、ふとこの夢のことを思い出した。それで誰かに話してみようかと思って、何の気なしに。俺さ、自分の足の指をちぎる夢見たんだ、と言ってみた。すると、マイクを持っていた友達が、急に、俺も、と言った。一瞬ゾッとして、え、マジで?と聞き返した。するとそいつが、マジだよ、俺も家が燃える夢を見た、と言った。は?と思った。僕が見たのは足の指をちぎる夢。家が燃える夢とは全然関係ない。何を言ってるんだと聞いたら、そいつも変な顔をした。え?お前今家が燃える夢を見たって言わなかった?いや、言ってないよ。俺が見たのは足の指をちぎる夢。そいつ以外の友達は僕らが言ったことを聞こえてなかったみたいで、何何どうした何の話とキョトンとしている。僕はそいつが聞き間違えたんだと思って納得して面倒だったので適当にその話は流してそのままお開きとなった。念のために言っておくけど、僕が見たのは足の指の夢で、家が燃える夢なんて一瞬も見てない。夕方のうちに帰って夕飯を食べてから、朝書いた夢日記のメモのことを思い出した。部屋に戻ってそのルーズリーフを見ていたんだが、寝ぼけて書いたから書いた時の記憶はほとんどないし、ギリギリ読めるという程度の汚い字だった。でも、それを最後まで読んで背筋が冷えた。メモはもう捨ててしまったからうろ覚えだけど、こんな風に書いてあった。足の指をちぎる。部屋。右は人差し指と中指と小指。左は親指。人差し指、小指。痛くない。火事。それを読んで、すぐぐしゃぐしゃに丸めて、部屋のゴミ箱に捨てたけど、どうにも気持ち悪くて、ゴミ箱から拾って、近くのコンビニまで走って捨てに行った。体験談というか現在進行形。これが原因でバイトを辞めようかどうか悩んでいる。焼肉屋とカラオケ屋で掛け持ちのバイトをしているんだけど、カラオケの方の話。個人経営のそんなに大きくないカラオケ屋で、従業員は店長を除いて男3人。女一人の合計4人。早番専門に僕と今年初めに入った K という女の子。遅番専門で古株の Y 君と R 君という男がシフトに入っていた。平日は早番遅番交代で一人ずつ。週末や祝日は全員出勤。つまり早番の僕は木曜金曜が一人で出勤。土日は K さんと出勤になっている。正直今は彼女もいないし、女の子と同じシフトに入れるのは嬉しいんだけど、K さんは少し変わったやつで、なかなか可愛い顔をしているのに、目の下はいつも
熊なのか黒っぽくて、行動がゼンマイで動くおもちゃっぽくてかなりそそっかしい。彼氏と同棲しているみたいなんだけど、噂によると彼氏というのが去年事故って軽い後遺症が残っているそうだ。3年半付き合っていると聞いたが、Kさんは彼氏を溺愛しているらしく、以前ふざけて、同棲してる女を働かすような経済力のない男なんか別れちまえ、と言ったら、まじ切れされて、溝落ちにモップの柄がめり込んだ。そんなちょっと変わったところもあるが、普段は普通に明るいし面白いし、なんだか小動物っぽくて可愛い女の子だった。前置きが長くなったが、土日祝日は K さんと一緒のシフトに入る。田舎の暇なカラオケ屋でも週末は混むので、店内の清掃も接客も二人で手分けをしてやらなければ仕事が回らない程度には忙しくなる。でも先週末、外が大荒れで土曜日なのに客が全然来なかった。客もいないし本当に暇で、Kさんと雑談をしながらだらだらとのんびり店内の掃除をしていた。午後になっても客は来なくて、廊下を暇そうにモップで拭いている Kさんに、休憩に入ると伝えようと階段下を覗き込んだ時、初めて気がついた。Kさんの掃除した床はワックスでもかけたのかというくらいピカピカで、思わずため息が出るほど綺麗になっていた。Kさんが掃除した2階のトイレや厨房を覗いてみたら、そこも見事にピカピカ。いつもは掃除が終わるや否や、客が踏んで歩いて汚すからわからなかった。それに比べたら、僕が丹精込めて磨いた床なんて、くすんでて哀れだった。店長が僕に口を酸っぱくして、もっと丁寧に掃除をしろ、という理由がやっとわかった。次の日も天気が悪くて、客足もさっぱり。あまりに暇だったので、気合を入れて掃除を始めたが、Kさんが掃除した床の足元レベルほども綺麗にならない。なんだか悔しくて、暇つぶしがてら、Kさんの廊下の掃除を開始から終了までじっくり観察して、その見事な掃除術を、盗もうかと考えたんだ。店には掃除用具室というのがあって、その4畳ぐらいの狭い部屋には、簡易洗面台とトイレ掃除の道具以外の掃除用具が全部揃っている。Kさんがトイレ掃除を終えて掃除用具室に入るのを見計らって、ドアの隙間からこっそりと中を覗いた。この時はバケツと雑巾を持って部屋から出ようとする K さんを脅かしてやるつもりだったんだ。掃除用具室に入った K さんはバケツに水をため棒雑巾の柄からせっせと雑巾を外していた。僕は K さんの無防備な背中を見るといたずら心がどんどん湧いてきて、笑い出しそうになるのを必死でこらえていたんだが、Kさんは突然ポケットの中から、赤黒い液体が半分ぐらい入ったコーヒー缶くらいの小さいボトルを出した。僕は一瞬、マイ洗剤持ってきてんのか、ピカピカの床の秘密暴いたぞ、なんて思った。後で分けてもらおうとかも考えていた。Kさんはバケツに溜めた水にボトルの中身をドバドバと大半を注いでいた。入れすぎだろと思うくらい。
そして外した雑巾をバケツに入れて、何か独り言を言いながらジャブジャブと雑巾を洗い始めた。Kさんは普段から独り言が多い子なので、別に不思議にも思わず、何気なく耳を澄ましてみると、彼女は繰り返し、〇〇死ね、〇〇死ね、〇〇死ね、と呟いていた。ちなみに、〇〇というのは店長の名前。僕からは、Kさんの後ろ姿しか見えなかったから、どんな顔をしていたのかはわからない。でも、死ね死ねとつぶやく合間に、小さな笑い声も聞こえてきて、すごく怖くなって、なるべく足音を立てないよう厨房へ戻った。その後はいつも通り仕事を終えて、おそばんの二人に引き継ぎをして、店長と Kさんと、仕事終わりの定番の雑談タイムを過ごした。Kさんはいつもと変わらず、店長にも僕にもニコニコと愛想を振りまきながら面白おかしい話をしていた。店長への呪詛を吐き続けた口で。しばらくして店長は一旦自宅へ戻った。僕は Kさんと同じ時間に帰るのがなんとなく怖くて、おそばんの Y 君の休憩時間まで待って、彼と話してから帰るつもりだったから店に残った。Kさんは彼氏が待っているからと言って帰る支度をしていた。お疲れ様という僕に、いつもはお疲れ様ですと明るい声と愛嬌たっぷりの笑顔が返ってくるんだが、カバンを持った Kさんはピクリとも動かない。立ち上がった状態で僕の前に棒立ちしている Kさんが、初めて聞くような低い声で、覗きって最低だと思いません？とつぶやいたんだ。そうして彼女はその後は一言も何も言わず、早足で帰っていった。その後ずっと頭がぼんやりして動けないでいると、Y 君が事務所に入ってきた。僕は Y 君に泣きついて、その日あったすべてを話した。Y 君によれば、あくまでも噂だが、Kさんの彼氏が事故った相手というのは、どうやら店長らしい。事故は10ゼロで、Kさんの彼氏が悪かったそうだが、彼氏のことを聞くたび、曖昧に笑って話を濁す Kさんの態度を思い出して、なんだかただの噂ではない気がして、本当に怖かった。それと、あの赤黒い液体は何なんだろう。店長は何も知らず Kさんを雇ったのか。Kさんは何のためにこの店に来たのか。土曜日の夜から Kさんからメールと電話がかなり来ている。もちろん出てないし、メールも読んでない。でも削除しようと思って、うっかりメールを開いたとき、見ましたよね、という文面がちらっと見えた。休日は一歩も外出してない。狭い田舎町だし、Kさんに会えそうな気がして、家から出られない。怖いし、来週の土曜、また Kさんと同じ時間仕事かと思うと憂鬱になる。僕が小学校低学年の頃の話だ。学校も終わって僕は一人
帰り道を歩いていた。そしてふとした何気ない思いつきから、今日は別のルートで家まで帰ろうと決めた。いつもは使わない人通りの少ない山沿いの道。家まではだいぶ遠回りだけど、僕は随分楽しげに歩いていた記憶がある。昔はそういう無意味なことに楽しさを見出す子供だったのだ。さて、そんないつもと違う帰り道。僕はふとある不思議なものを見つけた。車一台分の幅しかない道。進行方向に対して左は林で、右は小さな池だったんだけど、その右の池から何やら白く細いものが空に向かって伸びていた。その時の僕が空に向かって伸びていると思ったのは、単純な話、空に何もなかったからだ。木々の枝が伸びているわけじゃない。飛行機や鳥が飛んでいるわけでもない。最初僕は煙かなと思った。でも水のある池から煙というのもおかしい。別に水面に浮かぶ水草が燃えているわけでもないようだった。ガードレールに腕を乗せ、僕はその白い細い物体をじっと見つめた。それはどうやら糸のようだった。白い糸だ。僕は白い糸をたどって空を見上げた。白い糸は上空に行けば行くほど空に点在していた雲と同化して見えなくなる。天へと伸びる糸。当然不思議だなと思った。けれどその時の僕には、でもそこにあって見えるんだから仕方ないだろう、という確固たる諦めがあった。見上げていると上空でチカッと何か光ったような気がした。時間が経つにつれ光ははっきり見えるようになった。糸をたどって空から光が降りてきていた。太陽の光を鏡で反射させた時のような目に刺さる光だった。光は点滅していて、目の上に手をかざしてよくよく見ると、その上に糸はなかった。僕は身を乗り出し、その光をよく見ようとした。ランドセルが重かったのが原因だと思う。僕はその瞬間、バランスを崩して頭から池に落ちた。でもそこで不思議なことが起こった。僕は頭から池に落ちた。でも水面に顔が触れた瞬間、僕は水の中から顔を出していた。タイムラグはない。記憶違いでもないと思う。惰性で僕は一旦お腹のあたりまで水面から飛び出すと、また重力で頭まで沈んだ。今度は普通に水の中だった。ここは当然パニックに陥り溺れかけるべきなんだろうけど、僕は割と冷静だった。池は背伸びをすれば足がそこに届くぐらいの深さだった。ランドセルが背中にいなかったので、目を拭いながら手探りで見つけてまた背負った。不思議な体験だったなぁ、と思いながら僕は池から道路に上がった。最後にもう一度池を振り返ったけど、糸はもう伸びてはなかった。そしてその帰り道、僕はなぜか帰り道を間違えて家に帰るのがだいぶ遅くなった。家に帰ると母はびしょ濡れで帰ってきた息子に驚いた様子で、あらまあ、
なんぞそら、と聞いてきた。僕は、釣られた、とだけ答えた。その日からだった、僕が文字の読み書きができなくなったのは。先生も困り顔だったが、僕はあの時池に落ちたせいで頭が悪くなったんだと勝手に思うことにした。文字の問題はその後普通にできるようになった。その後僕が池に落ちてから一週間くらい経ったある日のこと。あの池から子供の水死体が見つかった。不思議だったのは、その一週間の間、町の近辺で行方不明となった子供がいなかったこと。だから発見が遅れた。持ち物は持ってなくて、どこの誰の子かもわからない。その身元不明の遺体は、一時期話の種になった。そして僕はというと、今でも健康診断の際は、聴診器を持った先生に不思議そうな顔をさせている。心臓の位置が少しだけおかしいのだそうだ。これは OL として働きながら一人暮らしをしていた数年前の夏の夜の話です。私が当時住んでいた 1DK はトイレと浴槽が一緒になったユニットバスでした。ある夜、お風呂が沸いた頃を見計らって湯船に入ろうと浴槽の蓋を開くと、人の頭のような影が見えました。頭部の上半分が浴槽の真ん中にぽっこりと浮いて、鼻の付け根から下は沈んでいました。それは女の人でした。見開いた両目は正面の浴槽の壁を見つめ、長い髪の毛が海藻のように揺れて広がり、浮力でふわりと持ち上げられた白く細い両腕が黒髪の間で見え隠れしていました。どんな姿勢をとっても狭い浴槽にこんな風に入れるはずがありません。人間でないことは明らかでした。突然の出来事に私は蓋を手にしたまま裸で立ち尽くしてしまいました。女の人は呆然とする私に気づいたようでした。目だけを動かして私を見据えると、にたっと笑った口元がお湯の中、黒く長い髪の毛の合間で真っ赤に開きました。あ、ダメだ。次の瞬間、私は浴槽に蓋をしました。蓋の下からゴボゴボという音に混ざって笑い声が聞こえてきました。それと同時に閉じた蓋を下から引っかくような音がしました。私は洗面器やブラシやシャンプーやらそのあたりにあるものをわざと大きな音を立てながら手当たり次第に蓋の上に乗せて慌てて浴室を飛び出しました。浴室の扉の向こうでは、蓋の下から聞こえる引っかく音が、手のひらで叩く音に変わっていました。私は脱いだばかりの T シャツとジーパンを身につけて、部屋を飛び出るとタクシーを拾って、一番近くに住む女友達のところへ逃げ込んだのです。数時間後、深夜、12時を回っていたと思います。鍵もかけず、また何も持たず飛び出たこともあって、友人に付き添ってもらって部屋に戻りました。友人は今回のような話を笑い飛ばすタイプで、好奇心旺盛な彼女が
浴室の扉を開けてくれることになりました。浴室はとても静かでした。蓋の上に乗せたいろんなものは全部床に落ちていました。お湯の中からの笑い声も蓋を叩く音もしていません。友人が浴槽の蓋を開きました。しかし湯気が立つだけで女の人どころか髪の毛一本ありません。お湯もきれいなものでした。それでも気味が悪いので友人に頼んでお湯を落としてもらいました。その時、全く別のところで嫌なものを見つけたのです。私の体は固まりました。洋式便器の閉じた蓋と便座の隙間から長い髪がぞろりとはみ出しているんです。友人もそれに気がつきました。彼女は私が止めるのも聞かず便器の蓋を開きました。その中には女の人の顔だけが上を向いて入っていました。まるでお面のようなその女の人は目だけを動かすと立ちすくんでいる友人を見て次に私を見ました。私と視線が合った途端女の人はまた口をパックリと開いて今度ははっきりと聞こえる甲高い声で笑い始めました。笑い声に合わせて女の人の顔がゼンマイ仕掛けのように小刻みに震えてはみ出ていた黒髪がゾゾゾゾゾゾと便器の中に引き込まれました。顔を引きつらせた友人は叩きつけるように便器の蓋を閉じました。そしてそのまま片手で蓋を押さえてもう片方の手で水洗のレバーをひねりました。耳障りな笑い声が水の流れる音と無理やり飲み込もうとする吸引音にかき消されました。その後は無我夢中だったせいかよく覚えていません。気がつくと簡単な着替えと貴重品だけを持って私と友人は友人の部屋の前にいました。部屋に入った友人は、まず最初にトイレと浴槽の蓋を開けて、絶対閉じないでね、と言いました。翌日の早朝、嫌がる友人に頼み込んで、もう一度付き合ってもらって、自分の部屋へ戻りました。しかしそこには、もう何もありませんでした。それでも私はアパートを引き払って実家に帰ることにしました。通勤時間が長くなるなどと言っていられません。今でもお風呂に入るときは母か妹が入っているタイミングを見計らって一緒に入るようにしています。トイレの蓋は家族の承諾を得て、ずっと外したままにしてあります。大学生の頃、いろいろあって気分を変えるため引っ越すことになった。大学のそばにある不動産屋で、大学と関わりの強いおばちゃんに条件を提示しつつ、おすすめの物件について尋ねると、その条件なら3、4件あるわ。でも、こんなのもあるんだけど。と、引き出しの中から封筒を取り出し、封を解いて自分に渡してきた。その物件の内容は、駅から徒歩2分、
大学まで徒歩20分。家賃3万。敷金、礼金なし。駐車場はあるが、駐車場代はなし。築年数はだいぶ経っているが、部屋も広くて、板張りで押し入れもあって、風呂トイレ別。キッチンも広くて、冷蔵庫と洗濯機も置ける。小さいながら庭付きの二戸一の平屋というものだった。建物二つがくっついている感じ。あまりの条件の良さに、なんか裏があるな、と思って訪ねてみると、愛想のいいおばちゃんの顔が曇って、普通の人には出せないのよね、と意味深なことを言う。何か曰く付きの物件だろうと思って、詳しく訪ねてみると、その通りだった。前に住んでいた人は3日、その前は4日、その前も。と、みんな入居して数日のうちに何らかの理由で出て行ってしまったそうだ。土地の所有者はとりあえず遊ばせておくのもなんだからと格安にしてあるが、不動産屋の方が評判を気にして貸し渋っていたらしい。嫌な予感は当たったものの、格安だったのでその物件に決めてしまった。その場で書類を作って、翌日入居の運びとなった。友人の協力もあって、引っ越しも半日で済んで、夕方から宴会になったが、夜も更けると、皆僕を脅して帰っていった。その日の夜は、特にこれといったこともなかったが、3日目の夜、ネットもつながっていないので、早めに布団に入って、いつも通り携帯をいじりながら睡魔を待っていた。時間は午前2時を過ぎた頃。カリ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 。壁を何かが引っかく音がした。隣が何かしているのかと思ったが、音がするのは隣と面していない側の壁だった。なので、ああ、動物か妖怪か、なんか出たんだろう、と半ば諦めの気持ちでいた。音は続いていて、足元くらいの高さから徐々に上に上がってきて、ついには、天井から音がするようになった。天井に上がった音は、今度はドタドタという音を出しながら、屋根の上を走り回った。しばらくすると、その音はカーテンを閉めた窓の向こうに、何かが落ちる音と一緒に消えた。安心して、友人に連絡でもしようかと思っていると、また、カリ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 、という音が窓の外から聞こえてきた。見てはいけないという思いと、見てみたいという好奇心が、8対2ぐらいであったが、今後もお世話になるのなら、早いうちに見ておこうと思って、布団から出てカーテンを開けた。すると、窓の外には、やたらと長い手をした髪の毛の長い人間のようなものがじっと足元を見て網戸に手をかけて黙々と引っかいていた。僕は無言でカーテンを閉めてキッチンへ向かい塩を持って部屋に戻ると窓のそばの床に盛り塩をして布団に入って寝た。カリ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 。音は続いていた。翌日、不動産屋に行っておばちゃんに、やっぱ出ましたよ、と言うと、やっぱりか、とすまなそうに言われて、別の物件を紹介すると言ってもらえたが、僕はそれを丁重に断った。おばちゃんは、5万円を僕に渡して、
手に負えないようならすぐに別のところを紹介すると言ってくれた。その夜もきっかり午前2時になるとカリ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 という音がして、ひとしきりバタバタした後、網戸を引っかく音がしていたが、無視して寝ていた。一週間ほどして、パタリと妙なことは収まったが、それ以降も、時折深夜寝ていると、視線を感じて目が覚めるようになった。暗い部屋の中を見てみると、部屋の中で、肩を抱くようにして座っているそいつがいたりしたけど、無視して寝てしまった。大学卒業後、近場に就職したため、僕は今でも同じところに住んでいる。先日、祖父が亡くなった折、うちの家系は呪われているという話を父親から聞きました。派手な体験談はありませんが、語らせてください。もともと番外地の家で日当たりの悪い一族でした。しかし、終戦後、当時曾祖母が経営していた売春宿が繁盛して、お金はそこそこあったようです。さあ、戦争も終わって、ドタバタしている間に稼ごう、と意気込んでいた矢先、復員してきた曾祖父が急死しました。曾祖父の急死を皮切りに、親族の男だけが、バタバタと死んでいったそうです。ちなみに死因は病死と聞いています。死亡者が二桁になった頃、これはただの病気ではないのでは、という話になって、よそから有名なお坊さんに来てもらったそうです。お坊さん曰く、この家に大変なものがついている。とてもじゃないが、私では沈められない、とのことでした。しかしそこは万が一の無法者。お坊さんが嘘を言っていると一周して放置したそうです。当然呪いは続いて、ついに親族の中での男は、まだ幼かった祖父だけになってしまった。危機感を抱き始めた女衆は頭を抱えた。大した家ではないが、跡取りがいなくなってしまっては家が続かない。しかし今頃どう対処すればいいのかもわからない。そこで幼い祖父を遠い親戚の家に養子に出した。家が呪われているなら、一度家から出してしまえばいい、とのことだった。しかしそれでも、養子先では呪いは続いたそうで、中学に上がる頃、祖父は親戚の家から放逐されてしまった。なぜか実家からも拒絶されて、全国を転々とし、今に至るそうです。現在、祖父の血筋を引いて生きている男は、父と私の二人で、一人は死産となっている。共通して男は体が弱く、せっかく生まれた男の子も、子供の頃に命を落とすような事故や病気をしている。問題なのは、祖父が亡くなる直前から、父に、霊障が出始めているということで、もしかしたら私も受け継ぐことになるかもしれません。具体的に何に取り憑かれていたのか、呪いは今も続いているのか、などなどはっきりとわからないことも多いのですが、最後に私と父を
金縛りにして襲ってきた霊のことを記します。父は髪の長い女で白い服を着ていたそうです。私も白いワンピースを着た髪の長い女と黒くてでかい影、また等身大の市松人形の生首。出てくる幽霊たちは女であることは共通、男は出てきません。決まって白い服を着ていて髪の毛が長い。私は下半身だけを目撃することもあります。ちなみに幽霊との遭遇の回数は父の方が多いです。父の寝室によく出るので、子供の頃から妹と私は父の寝室を避けていました。金縛りや幽霊を見ること自体は割とあるんですが、なぜか悪意は感じません。こちらをそっと見ているだけという感じ。以上が私の家系の話です。過去から現在まで続く因果か何かの話。私が小学1年生の夏、北海道に住んでいる祖父母から連絡があった。お兄ちゃんと二人だけで夏休みを利用して10日ほど北海道へ遊びに来ないかというものだった。二人は私の父の親で血のつながった祖父母だったが、それまで北海道旅行に何度も行ったことはあっても、実際会うのは初めてだった。父親と母は私が2歳の頃離婚したらしい。そんな手紙とチケットが届いたので、母は一度ぐらいはと私と小学4年生の兄を二人きりで飛行機に乗せて北海道札幌市へ送った。祖父母はとても優しい人だった。母方の祖父母よりも若く洋風な暮らしをしていた。祖父の書斎にはマトリョーシカとビー玉、大きなエレクトーンがあって、お茶の時間にはコーヒーを豆から引いたり、紅茶にはハート型のお砂糖を入れたりと、何もかもがキラキラして見えた。祖父母もずっとここにいてもいいんだよ、なんて言っていて、私は物珍しさからはしゃいでいた。ただ一つ気になっていたのが、玄関にかかっていた二つのお面。おかめとはんにゃ。洋風な家になぜそんなものがかかっていたのかわからないし、とにかく家を出入りするたび、ハンニャの面が気になって怖かったので、私たちがいる間だけでも、あのハンニャのお面を外してくれと懇願したけど、このあたりのしきたりだからと聞き入れてはもらえなかった。明日の飛行機で東京へ帰るという日。その日も、祖父、兄、私の三人でお風呂に入っていた。私が先に上がって祖母に頭と体を拭いてもらうのがこのお泊まり期間の慣習になっていた。なのでその日も祖母を呼んだが、なぜか一向に現れない。不思議に思った私は濡れた体もそのまま、なぜか書斎へ探しに行った。書斎のドアを開けると女性が立っていた。祖母はショートヘアなのに対して、その人は背中に届くロングヘア。
夏なのに薄緑色のカーディガンを羽織って、ふくらはぎの丈のスカートを履いていたのを覚えている。しばらく呆然とそれを眺めていると、女性が振り返った。その顔には玄関にあった般若の面がつけられていた。ほんの一瞬、般若面の女と見つめ合っていたが、次の瞬間、その人は機械的な動きで大股で私に迫ってきた。そこで記憶は途切れ、次に目を覚ましたとき、私は布団に寝ていて、祖母から、のぼせたのよ、とだけ言われた。翌朝は何事もなかったかのように帰り支度をして、お土産を持たせてもらって、最後の観光をして、夜、再び兄と二人で飛行機に乗った。搭乗前、また来年おいで、今度はスキーをしよう、と言われたので、兄にそのことを言うと、もう行くのはやめよう、と言われた。最後に祖父母の家を出たとき、般若の面だけ外されていた。それを見てから飛行機で話しかけるまで、兄は一言も言葉を発していなかった。次にあれが身の回りに現れたのは、兄が中学に上がってしばらくした頃。その当時、私はピアノを習っていたが、母子家庭でお金がないため、家にキーボードの一つも置けなかった。それを知った北海道の祖父母が、書斎にあったエレクトーンを突然送ってきたのだ。ご縁がありますように、という手紙とともに。私は背が低かったので、下の段だけを使ってピアノの練習をしていたが、私が5年生、兄が中学2年生の時、突然エレクトーンの音が出なくなった。何をどうしても音が鳴らないので、業者に引き取ってもらうことになったが、その引き取りに来る30分ほど前、突然今度は音が鳴るようになった。何が何だかと思いながらも、引き取りのキャンセルは無理だったので、最後に使ってなかった冗談で一曲弾こうと蓋を開けると、鍵盤の間に長い髪の毛が挟まっていた。祖母はエレクトーンを送ってくれた当時もショートヘアで、母はずっと茶髪で、私も髪の毛は長かったが、ここまでではない。ずるずると伸びてくる長い髪をすべて出し切ってゴミ箱に捨てた頃、業者がやってきた。兄はその夜、高熱を出した。その日から兄は幽霊が見えると言うようになった。夜寝ていると長い髪の毛の女が覆いかぶさってくる。顔を洗っていると横から覗いてくる。金縛りやラップ音も兄の部屋では頻繁に起きるという。母は思春期にありがちなものだと捉えていた。そのうち、兄が高校に入って好きな人ができた。相手の女の子も兄が好きだったようで、周りから囃し立てられ、付き合うのも秒読みのような段階だったそうだ。奥手というか、古風な兄は、直接告白はせず、かといってメールで済ませるわけでもなく、この時代の高校生には珍しく、ラブレターをしたためたそうだ。もちろん、兄しかいない部屋で。その手紙を彼女に渡したところ、放課後、激怒されたらしい。
どうも封筒の中に長い髪の毛が入っていたとか。手紙は嬉しかった。だけど、あの長い髪を見たら許せなくなってきて、付き合う気がなくなった。怒りしか湧いてこない。などなど、理不尽に不満を持たれて、結局付き合うことはなかったそうだ。その夜、兄は笑い声で目を覚ました。見ると、ベッドのすぐそばで、髪を振り乱してゲタゲタと笑う、般若の面をつけた女がいたそうだ。その時の兄は、恐怖もなく、動揺もなく、ああ、こいつがいる限り、恋人はできないのか、と、諦めの気持ちがあったという。それから現在まで、兄に好意を持つ人が現れても、恋人ができたことはない。私が19歳の時、地元を離れて渋谷でアルバイトをしていた時期があった。その時出会った4つ年上の男性に猛烈に惹かれてしまい、猛アタックの末交際することができたが、その男性が何やら因果のある人だった。その男性は札幌市の出身で、小学生の頃エレクトーンを習っていた。でも家にはピアノしかなく、エレクトーンの練習がしたい時は、お隣の家がちょうどエレクトーンを持っていたので弾かせてもらっていたそうだ。そのお隣というのは玄関にオカメと般若の面を飾っていた。ある日、彼がいつものようにエレクトーンを弾かせてもらいに行くと、そこにエレクトーンはなかった。ご縁のある子にあげてしまったの、とその家の奥さんが言ったそうだ。親戚にでもあげてしまったのだろうと思って納得はしたが、ただそのエレクトーンがなくなった日、いつも玄関に飾ってあった般若の面がなくなっていたとか。それから10年以上が経って、同じエレクトーンを入れ替わりで弾いていた人物が渋谷で出会い、なぜか惹かれて交際していることに、自分のことながら不気味さが募って、結局その彼とはすぐ別れてしまった。これは関係があるのかわからないけど、別れた直後、腹部に激痛が走って病院へ行ったところ、とある婦人病が発病していて、私は妊娠できない体になっていた。そして現在、私は実家から離れた都内のある場所で一人暮らしをしている。私が実家を出てから母は犬を2匹飼い始めたそうだ。そのどちらも子犬の間は玄関に向かってよく吠えたという。まるで玄関に何かがいるように、体をこわばらせ低くうなってけたたましく吠えたのだとか。兄はすっかり見える人になってしまった。他人から見たら風変わりな人間に見えるだろう。あの般若面の女は今どうしているのかと聞いたら、ここ数年は玄関に立ってるよ。外を向いて。もう何年も誰の女友達も来てないでしょ。と言われたのが、つい今朝方のこと。私は久々に実家に帰ってリビングでくつろいでいる。ソファーの隙間に母のものでも私のものでもない髪の毛が挟まっているので、これからそれをゴミ箱に捨てる。般若面の女は何者なのだろう。
因果のようなものはあるのだろうか、それとも偶然なのだろうか。いつかすべてがわかる日は来るのだろうか。最近、自分の部屋以外、例えば出張先のホテルなどで寝ていると、必ず、という感じで、部屋のどこかで自分以外の寝息がする。明かりをつけて寝ていても、やっぱり聞こえてくる。音のする方向を見ても何もないので、目に見える何かがいるわけではない。スマホで写真や動画を撮ってみたけど、何も映らなかった。明かりを消してみても、ずっと音は続いている。暗くして目を凝らしてみると、何か音の方で暗闇が濃くなっている気もするけど、よくわからない。確かめようと思ってずっと見ているうち、逆に目が暗闇に慣れてしまって、その闇が濃いように感じていた場所も、部屋の中がはっきり見えるようになるにつれ、薄くなって見えなくなってしまう。そんな感じでもうずっとその寝息みたいなものを気にしていた。最初に気になったのは去年の9月。それから半年以上ずっと続いて今に至る。ここ1年ぐらいで出張が多くて知らない土地の安ホテルで寝ることが多かったので、もしかして神経がやられてんのかな、みたいに思っていた。ところが先日、初めて自宅でその寝息みたいなものが聞こえた。夜遅くに帰ってきて、コンビニで買ったパスタを台所で食べていた。家族は全員寝ている。その後、目がしょぼしょぼするので、目薬をさして、両目を閉じたまま、台所の椅子でじっとしていた。すると、例の音が聞こえてきた。お?と思って目を開けようとしたけど、目薬がクール系の刺激の強いものだったので、なかなか開けられない。かろうじて右目だけを開けて、台所の中を見回したけど、案の定、誰がいるわけでもない。今まで出先で体験したことはあったけど、自宅では初めてだったので、少し焦りながら音のする場所を探してみた。でもホテルの部屋とかと違って、一戸建ての家の中なので、なんだかいまいちどこから聞こえてくるのかわからない。台所の奥、勝手口の方まで行ってみたけど、どうも違う。台所から出る廊下の方からするような気がして、耳を澄ませながら、ゆっくりと元来た方、テーブルの横を曲がって、廊下に抜ける方に出ようとしてみたが、それもなんだか違ったようだ。やっぱり、台所の中。そう思って、再び入り口から台所の中へ体を向ける。すると、その場所からすぐ左手側、冷蔵庫のある足元のあたりから音がするような気がした。冷蔵庫の低い可動音に混じって何者かの寝息が聞こえてくる。ここ?この辺か?なんとなくあたりをつけてしゃがんでみると、音が大きくなったので、
ああ、ここだ、と思った。と、こんな感じで、大体の場所を突き止めるまでは、以前起こった時にも成功していたので、次にやることも、いつも通り決まっていた。手を伸ばして、部屋の明かりを消す。と、いつもならここで、当たりをつけた場所の暗がりに、闇の濃い場所が見える。当然この時も見えた。でも、なんかいつもと違う。左目だけちょっとよく見える。さっきまで目薬をさしたせいで目がしょぼしょぼしていたので、左目だけ閉じていたんだけど、明かりを消すとき左手を伸ばしたついでに閉じていた目を開いていた。そのせいで左目だけ暗闇に慣れていたようで、同じ暗闇でもそっち側だけクリアに見えるようだった。ああ、と思って右目を閉じると、例の暗がりが少しはっきりした。暗がりの上の方に白い点が二つ。人の白目の部分だとわかった。うっすらとだけど、形で黒目が自分の方を向いているのを意識して、思わずぎょっとした。そして、うずくまって、無言で目だけを向けているその様子から、直感的に相手が手足を縛られて、口を塞がれているんだと思った。寝息のようなゆっくりとした呼吸音は、鼻からしか呼吸ができず、縛られて身動きの取れない状態にされた人間がパニックを起こさないように意識してゆっくりと鼻呼吸しているからなんだということがわかった。時間が経つとやはり人影はゆっくりとかすれて消えていった。なぜその人影が自分の前に現れるのかは未だにわからない。それが縛られて口を塞がれた人影だとわかってから何日か経っているけど、その後自宅であの呼吸音を聞いたことはない。でも来週からまた出張になるので、そうすればまたあれが出てくるだろうと思っている。その時は、今度は明かりをつけたまま両目を閉じて、よく目を暗闇に慣らしてから明かりを消してみようかと思っている。私が中学生の時の体験談。私が住んでいる町には、地元では比較的有名なカトリック系の女子大があります。私の母はその大学の卒業生でもあって、その頃は講師として働いていました。当時中学生だった私も、放課後や休みの日は母に連れられてその大学に時々遊びに行っていました。ある日、私はいつものように学校の制服を着たまま母と一緒にキャンパスへ遊びに行きました。その日は授業がない日だったようで、一部の職員とシスターがいるだけで、学生は全く見かけませんでした。キャンパスはそんなに広くないのですが、人も少なく、とても静かで、まるでゴーストタウンのようでした。母は会議があるとのことだったので、私を置いて会議室に向かいました。中学生の私が制服でキャンパス内を歩いていると、どうしても目立つので、一人の時は図書館で本を読んで過ごしていたんですが、
その日は学生さんたちがいないこともあって、大学を探検することにしました。あちこち回っているうち、建物の外へ出てしまいました。この大学のメインとなる建物は、一階の壁面がガラス張りになっていて、鏡のように外の景色の広い範囲を映しています。建物の外をぐるっと歩いてみようと思って、建物を左側にして歩き始めました。この時私は、ガラスに映る自分と景色を眺めながら歩いていたのですが、ふと私の後方を映しているガラスに注意を向けると、後ろの方に人がいるのが見えました。その人は私と同じデザインの制服を着ていたので、私は同じ中学の生徒だと思って後ろを振り向きました。しかし、後ろには誰もいません。おかしいな、見間違いかな、と思って、またガラスを覗いてみました。やっぱり、映っています。これは変だ。そう思った瞬間、その人がこちらに向かって、ものすごい勢いで走ってきました。パッと後ろを振り向きましたが、やはり誰もいません。ガラスに映っている中学生は、両手を大きく振りながら、奇妙なフォームで走って、どんどん近づいてきています。混乱した私は、その場から動けなくなっていました。どうしよう、どうしよう。思っているうち、ガラスに映るその人は、ガラスに映っている、私の目の前まで迫ってきていました。ぶつかる。そう思った私はガラスを見ながらどうにかして避けようとしたのですが、あることに気がついて恐怖で体が固まってしまいました。ガラスの中でこちらに向かって走ってきていたその人は私だったんです。顔も髪型も体格も着ている制服も全く同じ、間違いなく私でした。ただ唯一違うのは、その私の表情が気味が悪いくらい歪んだ笑顔だったという点でした。ガラスに映っている走ってきた私は、立ち尽くしている私の横を通り過ぎると、その気味の悪い歪んだ笑顔のまま、ガラスに映る景色の中を走り去っていきました。本当に一瞬の出来事でした。怖くなった私は母のいるところへ戻って自分の身に起きたことを全部話したのですが、全く信じてもらえませんでした。その大学の他の職員やシスターにも話をしたのですが、相手にされませんでした。あれからもう5年近く経ちましたが、私に特に異常はありません。ドッペルゲンガーを見たのかもしれませんが、今のところ大きな事故や病気もなく、健康に過ごしています。ただ、私のこの体験は、見間違いや白昼夢ではなく、間違いなく現実のものでした。あのガラスに映るもう一人の自分を見てから、世の中にはオカルト的なものがあるのだと考えるようになりました。私が見たのはドッペルゲンガーだったのでしょうか。